チャンネルをご覧になっている皆様、ごきげんよう。プロフェッサー T です。今回は具体的な薬剤ではなく、アナボリックステロイドの時代による変化について少しお話したいと思います。ボディービル歴史同様、アナボリックステロイドにも長い歴史があり、古くは19世紀あるいは紀元前ギリシャなどで、常にアスリートたちの間で動物の睾丸を利用することでホルモンレベルを上げるパフォーマンス向上を実現したということも報告されています。さて、アメリカなどでは一般的に使われているオールドスクールやニュースクールといった時代区分は、そのままステロイドの使用法にも当てはめることができます。オールドスクールといえばアーノルド・シュワルツネガーが代表的ですが、そういえば最近アーノルドが過去の自分の使用したサイクルを記者に聞かれて公開していましたが、とてもじゃないけど彼が現役時代に使っていたであろう量とは比べ物にならないほど少なくて、とても驚きました。もともとアナボリックステロイドは医療現場から派生して、オリンピック選手の強化を目的に米ソの間で使われていましたが、本格的にボディービルド舞台で使われ始めたのはまさにオールドスクール、アーノルド時代と呼ばれる1970年代から80年代の時期です。当時ボディービルダーたちはステロイドを8週から12週のサイクルに分けて使用し、1年に2回を超えることは決してありませんでした。よくコンテスト前とコンテスト後で明らかに体つきが変わっている選手が多く見受けられたのは、このように完全にオフ期間を設けて体を休めていた時期があったということが理由でしょう。主に使用されていたのはテステステロンエッセルで、週に 250mg から750mg 程度の範囲で摂取され、蛍光ステロイドの代名詞でもあるダイアナボルは多く使用されていたとされています。ステロイドが中心であり、この時代ではインシュリンや成長ホルモン、利尿剤の使用はほとんど見られませんでした。小ネタにはなりますが、皆さんもご存知、アーノルド・シュワルツネガーとフランコ・コロンボ2人は薬剤会社と提携して、この時代に常に成長ホルモンなど新しい薬剤を使っていたというのは有名な話です。続いて次の時代はブラスト&クルーズ時代と呼ばれる1980年代から90年代の時期です。この時代になるとテステステロンの使用量はさらに増え、特に テストステロンエステルの週間摂取量は 1000mg に達することもありました。トレンボロンやデカデュラボリンといったドラッグも広く使用されるようになっていき、何をどのように組み合わせて使うかといったスタックも考えられるようになっていきました。それに関連してサイクルの後の PCT にも関心を持つようになっていきました。またこの時代からインシュリンや成長ホルモンの使用も一般的になり、利尿剤やクレーンブデロール、甲状腺薬の使用も増えていき、ロニー・コールマンのような究極な肉体が完成していきました。私も当時アメリカで現役のロニー・コールマンを見たことがありますが、なんだこの体はとあまりの迫力に圧巻されたのを覚えています。最後に2000年以降現代に至る時代でアナボリックステロイドの禁止が世界的に広まったこともあり、トレンボロンのように強力なステロイドの開発がされることはなくなり、プロボディービルダーたちは次第にインシュリンや成長ホルモンを活用して体を大きくしていっている特徴があります。テストステロンなども当然使用していますが、その量は多い人だと週 3000mg を超えている例も見受けられ、今のボディービルダーたちが死ぬ覚悟でやっている感がひしひしと伝わってきます。また前の動画で解説したサームもこの時代に登場しました。しかし同時にステロイドの使用が閉ざされたトップビルダーたちの界隈から次第に一般層まで広まっていき、男性ではなく女性にも広まり、乱用や事故なども多く発生するようになりました。このようにステロイドの歴史は時代とともに変わっていきます。さてこの令和時代になり何が変わったでしょうか。それはインターネットの普及や SNS の普及によって2000年以降からさらに多くの一般層にまで使用が広まっているのが現状であります。筋トレもろくにしたことがないにもかかわらず、ネットの知識のみで使用し副作用に苦しめられているといった例が今後増えてくるでしょう。我々はこの現状を放っておくことができません。我々アナボリック総合研究所が結成された本当の一番の理由はそこにあります。これからも
有意義な情報を皆様に発信していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もご覧になってくれてありがとうございました。プロフェッサー T でした。